はいどうもお疲れ様です。今回はですね、1時間ほどお話を聞くだけで1万円がもらえる、まあそんな案件になっております。本当にそんなことあるのって言われるかもしれませんけども、これね、あるんですよ。で、10年ほど前にはこういった案件ってものすごく出ていたんですけども、しばらくなりをひとめてまして、でね、今日、令和5年の4月に、このポイントサイト、モッピーってところを見ると、 また出てきてきるんですよ、ねまあですんでこれからこういう案件がポロ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 出てくるんではなかろうかと思っておりますはい改めまして今回はですねポイントサイトモッピーというところを経由して保険の相談の窓口まあこういったところの保険についてのお話を聞くことによって報酬が入るという形になりますでなんでこんなことでお金が入るのっていうことなんですけども当然ですけども保険の相談のそのね 保険のお仕事ですよね。この話を持ってくる人との面談をしますから、まあ一定のーセールスは受けることになります。でもそんな強引なセールスではありません。あなたの家庭にはもしくはあなた自身にはこんな保険が合ってるんじゃないですかっていう提案を受けるだけですよね。で、気に入ればこちらの方から、まあつまりね、面談を受けた方から、じゃあちょっと私この度ね、 申しし込んんでで保険をを契約したいんで話を進めてもらえますかっていうことを話することができますまあもちろん必要ないなと思えばあのお話を聞いた上でね、えー、私にはまだ早いと思いますのでまた別の機会によろしくお願いしますということでお断りになっても結構ですできちんと丁寧に、えー、面談ができればこの1万ポイントってのがモッピーを経由しとして、えー、あなたの口座に入るってことになりますので 1> 1万円手にに入るっていうことになりますよねでもちろんね面談に対して報酬目当てでいい加減で乱暴な対応をしたりとかねもう明らかに意地悪なやり取りをしたりもっと言うとですねこの1万円が欲しいから面談を受けたんですっていうふうなことをねズバリ言ってしまえばこれはあちょっと不成立ってことになりますのでやっぱりね全く保険に興味のないっていうとか 保険を契約する見込みもないというような人とかね、それからね、否認条件にもあると思いますけども、無収入な人っていうのは、基本的にはちょっと NG になっております。やっぱりね、守るべきものがあるからこそ、保険が必要になると思いますし、保険には一定の費用が必要ですから、うん、やっぱりね、その費用を払う気持ちのある方に、こちらの方、利用していただきたいかなと思います。 まあ、どちらにしても1万円が1時間前後のね、面談でいただけるのは確かですから、今回、まず保険のことを知るという意味でね、扉を開けてみるという気持ちで、こちらの面談、どなたでも受けてもらいたいと思います。はい。で、下の方ぐーっと行きますね。 えっと、獲得条件ですけども、新規の面談完了です。ですんで、以前に同じような面談を受けた方は、ちょっと今回報酬が入りませんってことになります。ちゃんと保険会社の方には記録が残ってますので、3年ぐらい経ったからそろそろほどぶりが冷めだろうっていうのはね、通用しません。<laughs> もうそれはご自身が分かってると思いますから。それから、ご家族をお持ちの方、1世帯1回のみなんで、いつの間にかね、奥さんが受けていた、いつの間にかご主人が受けていたってことが、あの、分かっても、 面談を受けれますけども、でも報酬にはならないってことになります。それから今回ね、このポイントゲットから申し込んでいただいて、30日以内に面談は完了してください。ですんで、申し込むとね、2、3日以内にお電話かメールで、面談の日のお問い合わせ、向こうの方から来ますんで、その時に、例えば来週とか再来週にも面談をする日程をね、作っちゃってください。うん。そのうちねとか来月ねとかになったらダメですからね。 はい、その他ちょっとこういうポイントもあります秋田県新潟県長野県島根県高知県大分県鹿児島県はすいませんけどもお地域対象外ということになりますよねその他こういう人はダメですよっていうのも否認条件並んでますのできちんと読むようにしてくださいでもまあ大抵の人はねこれサービス利用できますのでぜひねポイントゲットってところをクリックして進んでもらいたいと思います で口コミってところが110件も寄せられてますので相当こちらの、ね、保険の相談の窓口信頼されていることがわかると思いますはいここクリックしてみますねいろいろ書いてますけどもきっかけは家族の保険の見直しをする予定だったということですでに保険に入られている方も改めてね自分の保険が今どういう形になっているのかってことを別のファイナンシャルプランナーさんからこうやって診断を受けてね変更するなら変更するそのままでいいならそのままでにするっていうふうな あ一つのこう、ね、比較対象になるかなっていうところですよねそういった方も申し込めるってことですそれから夫婦で新たにがん保険加入を検討していてお願いしたということですよねだから保険のことちょっと興味があったんでとりあえず話を聞いてみたいんだっていう方でも OK です無理に加入を進められることもなかったとはい今入ってる保険の見直しを一緒にしてくださってとても丁寧で親切だったということですよね安心じゃないですかはいじゃあポイントゲット一応押してみましょうか そうするとこういった形でね、えー、保険の公式ページに移りますので、あと無料相談のお申し込みはこちらからクリックしていただいて、それぞれ個人情報を入力していただくと、連絡を向こうから、ね、送っていただけるということになりますので、あとはそちらの方に従ってください,、はい。ということでね、ポイントサイトモッピーで、今日も1万円稼ぎちゃいますねってことになります。 まあもちろんね、本当に繰り返し申し上げますけども、報酬だけ目当てはダメですからね。報酬も目当てだし、保険のこともちょっと考えたいって人に対しての、今回の案件になっております。はい。じゃあ今回以上です。ポイントサイトモッピーでした。モッピーにまだね、アカウント作ってない方は、動画概要欄に URL と、それから紹介コードをつけておきますので、そちらの方からお申し込みください。えー、申し込みいただくと、最初からポイントが、紹介コードを持ってですね、 付与されるということになりますのでお得でございますそれでは